今熱い YouTube の動画を見ていきたいと思います。まあ、YouTube もね、動画投稿サイトなんで定期的にいろんなものが流行ったりするんですが、過去にはね、こちら料理動画ですね、料理動画が流行ったりして、こちらクマクッキングさんなんですが、サムネイルの料理も美味しそうで、もう再生回数もすごいですね。さらに他にもこちらですね、ピアノですね、ピアノ動画も YouTube で流行って、こちらパンピアノさんなんですが、もう非常にねピアノも上手くて聴く人を魅了するんですが、再生回数もねやっぱりすごいですね。そんなね、料理だったりピアノだったり YouTube でね熱かったんですが、今 YouTube で熱いもの、それがこちらですね、散歩ですね、散歩動画です。こちらはアン&ユイさんという方のチャンネルなんですが、動画を見てみると、リラクシングウォークアットビューティフルパークイン東京という英語のタイトルなんですが、東京の美しい公園でのリラックスした散歩ですね。こちらが130万再生されていますね。さらに他にもこちらですね、ウォークトゥースカイツリー&チョコレートカフェ、スカイツリーとチョコレートカフェの散歩の動画なんですが、こちら800万再生以上されていますね。とんでもなく視聴されています。さらに他にもユイウォークイン明治神宮&代々木パーク新宿東京ということで、ユイさんが明治神宮と代々木公園を散歩した動画ですね。もうこちらも200万再生以上されているということで、もう見てわかるように今ね散歩が熱いんですね。まあいざね自分が散歩に行こうと思ってもなかなかねめんどくさかったりで散歩しなかったりして、でも動画で散歩風景は見たいと、そういうところにもしかしたらね需要があったのかもしれませんね。まあ動画を見てみると、まあテロップもね出してくれて、セルフカメラで撮ってくれて、等身大の散歩といった動画で非常に見やすいんですね。そこが人気なのかもしれません。このチャンネルのね、アン&ユイさん、アンさんとユイさん、それぞれもね、自分のチャンネルを持っていて、アンさんはこちらですね、アンの散歩チャンネル。こちらも散歩してるんですね。人がたくさんいる休日のお台場を散歩してみたら。ということで、まあ、サムネにね、散歩って書いてるんで、散歩動画ということがわかりやすいですね。で、こちらの動画がね、190万再生くらいされていて、アンさん個人のチャンネルでも、すごい再生されてるんですね。いや、散歩熱いですね。さらにこちら、ユイ散歩ということで、ユイさんの方の個人チャンネルですね。こちらも散歩してるんですね。初めて代々木公園に行ってみた結果、ということで、ユイさんの方もサムネイルにね、散歩と書いてるんで、散歩動画だということがわかりやすいですね。ありがたい。こちらも300万再生以上されていて、いやもうここまで熱かったんですね、散歩動画。まあもちろん二人がね、クオリティの高い散歩をしているからなのかもしれませんが、今ね、散歩が非常に熱いということがわかりましたね。なぜね、こんなに人気があるかというと、どうやら海外の人にもたくさんね、見られているようで、このね、アン&ユイさんの、ウォークトゥースカイツリー&チョコレートカフェ、スカイツリーとチョコレートカフェの800万以上再生された散歩動画のコメント欄を見てみると、もうたくさんね、海外からのコメントもついていて、例えばこちらですね、日本の山は素晴らしい。まあ、動画でね、スカイツリーから景色を見るシーンがあって、まあ、山も遠くの方に映ってたんですかね、山が素晴らしいとコメントしてくれてたり、よく見ると、日本の絶景スポットを紹介してくれています。ということで、もうやはりスカイツリーからの景色が素晴らしいと感じたんでしょうね。他にもこちら、1% スカイツリー、1% チョコレートカフェ、98% ダブルマウンテン。ということで、そんな山がしかも2つも見えたかなと思うんですが、もう 98% の人が2つの山に注目すると言っていますね、この人。さらにこちら、これは質の高いコンテンツです。あなたのそばを通りかかった全ての男性は素晴らしい一日を過ごしたに違いありません。私の近所を歩いていただければ幸いです。ということで、やはり、ただの散歩じゃなくてね、アンさんとユイさんがするからいいと言っていますね。自分の近くの場所も散歩してくださいと、ファンの方が言っていますね。さらにこちら、急に日本に行きたくなりました。ということで、もう散歩動画、日本の魅力を伝える効果もあるそうですね。もうこういった感じで、海外の方もね、散歩動画に興味津々で、コメントもね、たくさんついているということですね。といった感じで、もう今ね、散歩動画が熱いということがね、わかりましたね。まあ、外を散歩している動画を見てね、気分も開放的になれるのかもしれませんね。開放しすぎないようにね、気をつけましょう。以上です。